発被害者の方々のスピーチに移ります。原発事故により様々な被害が発生いたしました。数十キロ離れた福島県の中通りから自己判断で全国に避難された方々も大勢いらっしゃいます。私どもはその方々も同じ避難者仲間だと思っております。今日この会場にはそんな方々も大勢お見えになっていると伺っております。後ほどぜひご意見をお聞かせください。ここでは時間的制約もございますので、原発10キロ圏内警戒区域の下から6名の方々に被害者報告をお願いいたします。最初に南相馬市小田区の鈴木直樹さん、お願いいたします。こんにちは。お寒い中、もう少し我慢してください。私は、例えば、司会の方から紹介ありましたように、南相馬市小田区から参りました。ちょっと自己紹介を言ってみますと、小田区、南相馬市には、豚番組局ありますけれども、今の一歩会の奈良浜市と同じ、旧警戒区域に位置づけられていまして、奈良浜市よりは、昨年の4月ですから、3ヶ月ほど早くですね、まあ、旧警戒区域は天気の引っ込みということで、ほとんどあらかた、避難指示解除準備区域、西の方で、居住困難、帰還制限居住困難区域ということで、まあ、聞いてるんですね。まあ、でも人口規模はちょっと大きいんですけども、まあ、昔はお子様したんです。それで、先ほどもありましたように、私も去年の5月からちょっと仕事をかけて1ヶ月退職ということで、5月から鳩山市のお世話になって、その間何やってましたかって、何もすることなくて、取りつかれたように福島民放とかね、新聞とかに10回ぐらい投書したんですよ。でも何も変わってないですね。投書なんかしたって500円の投書にポンと送られてくれるだけで、まあ、先駆者と2000の機会と思ってるんですけど、何にも変わらなくて、もうここ2、3ヶ月では救出宣言なんか、こんな下がりなくて止めまして、それでこう、もやもやしたところ、こういう機会が与えられまして、本当にありがとうございます。さて、最近のですね、マスコミ、なんでかというと、2週間前、ね、3月11日、大震災、2周年記念、その時、坂本君と1週間ぐらいは、本当に、三陸から我々とか新聞トップ、ニュースのトップになって載っていたんですけども、3月11日、まあ、その後、1日か境にして、ばったりばったり聞きまして、耳かきから、APP なんかが出てきましてね、結局、そこになってきたんですけれども、その中でも、やっぱり地元気になったのは、ネズミが配給管が入ってね、1号機、3号機、4号機の使用済み燃料の冷却機能が機能でしたって言ったら、でかいところ出たんですけども、ここでまた日本なんか見ると、これはこれでまた機械式がなくなったなんてこと言ってましたけども、まあ、それはそれとして、昨日おととい、地下工事科学、いわゆる土地の科学、ね、土地の科学が発表されました。でも、悲しいことに、まあ、警戒できることです。全部そうと思います。我々南相馬市小田区も、浪江も富岡も、まあ、奈良浜も、不動産関係者入っておりませんから、ね、全国の地価下落が、下落幅が少なくなったりから、石の石が高くなったら高騰されてますけれども、我々はもう財産が発生できるゼロなんですよ。せっかくに石の石はないんですよ。絶対やっぱり切れるので、うちの地価工事価格と、不動産関係関係してますから、もう心配が、要するに下貸しなんかないんです、今現在は。そういうこともありまして、まあ、それはそれで、じゃあ、我がお高く何やってるかというと、まあ、そういうのも拝見しながら、南相馬市にお高くによっては、新年度から、区役所の、3つの課を増設する、そしたら、もちろんこのお高くには、阿武隈新県も職員を送る、阿武隈新の銀行ね、一つじゃないですか。でも職員、まあ、企
企業が危なくなったから、そういうことになって、あと、そしたら波橋、波橋の船越しに、質問を準備して、使う会議制になってますけど、そうなりますと、皆さんも感じませんか、我々、この東京で首都圏で、何回でもこう、居づらいというような感じするんですよ、帰ってこう、帰ってこうというのはね、そういうのがずっと感じてるんですけども、果たして帰れるかどうかが、それに私、毎日これ悩んでるところで、まあ、私もさ、私で、小高の4代目なんですよ、大幅もあるんですよ。でも、そこが悩ましいことで、こういう働きなんですけども、そこで、まあ、今から問題になるんですけども、本当に帰れるかどうかということで、吉野先生でお帰りになってもらいたいんですけども、結果的に、吉野先生いらっしゃいますが、まあ、いろいろ、聞いてるんですけども、要するに真っ赤なクルーム出て、真下に、20キロ圏内、桂尾に向かう途中に大垣ダム、114号線、大垣ダムです。大垣ダムは去年の2月頃に、日本末の採石場に波打ち上げが全国放送になって、まあ、あれは20キロ圏内です。だから、その時20キロ圏内に、なんでマスコミを、むしろ、福島県にしろ、農水省に、大垣ダムを報道しないのかって、まあ、近代経済学者だったんですけども、ダムはですね、これ、我々小高町、これ全域ですね、あと二子町の一部が唯一の農業灌漑用のダムなんです。あそこしか水ないんです。そして26万ベクレルって報道されたんです。そこにね、去年3月です。そして周辺土壌に周囲市民から30万ベクレルって報道されたんですよ。それは数値として、統計数値として。ところがその後、じゃあどうなったのかというと、民主党の時かな、岩手県から出た平野復興大臣が、これは重要な金庫を使うとあるって言って、まあ、そんで終わって、そんでここからなんですけども、その後、中国の政権に変わって、今どうなるかというと、私、その間、さっき当初の時に言ってますけど、福島県庁に何回も出ました。県の農地から、そして、実は今日のお寿司、福島県では、塚川、藤沼と、あれ、地震であるんですね。藤沼こと同様に考えてます。ちょっと次は南市の地震で、東の大震でやりますけど、でも我々にとっては波がそのことと、我々にとっては2日前の藤沼と同じでも絶対違いますからね。そこにある藤沼と同じでも、土壌は2日前の藤沼じゃないんですよ。我々だけですから、お宝にあるのか2日前。それが何の法則の先ほどが普及されてなくて、ここからなんですよ。復興省ね、今でも自民党政権になってから。都が目上がり、総理機関定住プランというのがきれいなのが上に乗っています。本当に私も伺っておりました。そしてそこに農業ため池の3個所を作りました。きれいなイラストになって、青春物でなんか水草とか藻なんか乗ってね、それで農業ため、こういうところが青春物するというのは14万ってくれて、他の地で進んでもらって、早速復興省のを出ましたけども、結局なんだか大垣ダムのことはページに載せないんです。そしてその後、2、3日前、波と桂尾と川しかない、そんなようになってて、波と川しかが、川又インフラ普及工程表、これはこれまで作りましたね。ここにもですね、ここにも大垣ダムがもちろん持ってない。道路とかね、河川とかね、高瀬川とそういうのは持ってるんですよ。公共学校とか学校とか、でまたどうなってするのか、そこは考えております。こういうことが今だから分かっちゃうんです。一番怖いもん、一番臭いもんに、不都合な目を裂いたね、あえて言えない。要するに昔言い方で不都合な仕事だ。こんな状況が今のところになって、何でもしてます。何しても大垣ダムって言ったけど、小高にとっては大垣ダムは単に農業の水源ばかりじゃなくて、昔から小高町の防火用水、当時は排水路とあれ水源もあるんです。今も工事してます。まあ、安定と下になってます。小高小学校の裏通ってるんですよ。そういうのが今とって何だかい2年伸びたって書いてたら渋谷さん、これはさっきより大きな見通しです。大きな見通し、私としては泥の水、釣り合しかないと思うんですけども、それが渋谷さん
お願いしておきます。村長、もっとお高く、この地元のお高くはですね、南西部から、本当は今年度24年度、終わりますけど、南西部から調整すると話だったんですけども、今の川草というのを言うんですけども、はい、他と同じ、長浜市なんかが始まったんですけども、仮用地が決まらないので、休暇してくれるんですよ。ところがこれはやっぱりね、結局はこの仮用地は、茨城と栃木の高萩と矢板で最終処分場決まらない、あそこが決まらないって言ってる限り、双葉、大熊、奈良原、中間地区の絶対決まらないって言ってるんですね。川下から決めていかないって、なんとかんとか言ってますけど、ですからこれ我々南相模市は中間が決まらないから仮置きは決まらない、この状況が、一番最初からですけども、なかなかこれは同じかなと思います。特に市街地なんです。こういう状況じゃないです。ですからこの辺は、除染とか遊覧船の加速化って言っている限りは、もっともっと水を入れて、お願いしてるなと思います。責任ですね、奈良橋さんとか名前さんもありますけど、私の小高町も、市街地も、全部一度に、あそこは昔小高町の真ん中が川が流れてたので、これに秘書からですよ、小高小学校。ところが、これは職員の意識っていうかな、それともそんなに手が回らないんですが、議長だって認識がなくて、どうでどうすんのって言うと、手すりなんか土を踏み戻しておけばいいんだ。その授業で、それ誰が書きますかってですよね。打ち立てられますか。もう、ね、どこでもそこそこ水がないから、ね、水がなくて草っぽくなって、言い方が仕事で建物が腐って、立て直すかって言うと、あの路面がね、どうやってしても、その水に浸すだけで、だいぶ入れますから、こういうのが今まで解決が示されて、これがまあ、お高いです。もともと社長、そういう状況にありますけれども、やばいと思いますけど、先ほどもおっしゃられているんですけど、健康管理調査、20何パーセントの会社です。ね。あれも、この場合、社長すると、よく聞いてると、年間、100マイクロシーズン、100マイクロシーズンですか、それまで恐れる100ミリかな、だからちょっと一度がなかなか言われるんですけども、私はあの星のことは分からないんですよ。ただああいう現実みたいなのを破った時もやめられたんですけども、ああいうこと言ってて本当にこんなに怖くないんだら女性なんかやめろと思いませんか。ほんだあれも心配しない、心配しないですよ。ほんで女性はどういうサイト現場取れた厳しいですかね、大勢お返し鹿島あれなくなってるのね、あれそう JP の落とし目のアホでしょ。だからここまで我々の仕事何個考えても考えるかかるところなんですね。これは皆さんどうしてますほんとに健康管理所でやったりとかメンタル調査までやってね、しつこくやって二重なファーレンとあなたは2年前ここにいましたここにいましたから、ほんでこの前来たときは立派なファイルマッチつけてよこしてでしょ、立派なファイルマッチよくよく見てそんなに怖がるな、そんなに怖がって女性なんかやるよここがね、私本当にモテないと思うんですよ。自民党になってね、中級長からもう一人ずつ二重補償つけたらこんなことやったらね、我々がね日本国民から必死に勝ちますよ。そう思いますね。でしょう。その辺が分からないですよ。あと一つ、昨日ね、私、今日のこの原稿に緊張して何から喋ってるか分からなくて、しかじゃなくて、酒、ちょっと食らったんですか、青谷さん。やっぱりね、僕は、何日くらい、口から当て抜いてるみたいですよ。ご覧の方です、あれ、岩手県の、伊沢の席で、平安時代当初、ね、そこにもともとは恵比寿って言われた、穏やかにね、山津君、農業って穏やかに農業って、馬の国の前、ブスブスブスっていうか、そこのね、土着民がいたんですけども、そっちの、平安町が、田子天皇が、休みって言われて出してきちゃったんですよ。あれを見て思い出したのは、
まあ、結局初めは負けたんですけども、ほんであのあとこううちの環境にね奴隷の捕虜になって連れてこられたんですけども、あの時もです、要するに意味しは野蛮だからという、あの時もですね、まず一つね、20人くらいかな、人生がないところに、ある業種メーカーの社長、サントリーの社長が、東北には熊様がやってきたんです。やり直感してませんかね。それでしょ。それで、まあそれではそれでいいですよ。その委員長が、もっと国会局に、何しようね、福島県の浜通り、仙台から焼きの中間なんか何もないから、所詮やったって、昔人間あって、ね、何もない人もいない、今現実、小高から県外に行って、長山で中央に行けないでしょ。だから、今まで全てを作って、それを求めずに、我々、総理として、蔑視されてるんじゃないのかなと、思います。ね、ですから、そういうね、これが隣側ですけど、そういう。許せないように立ち上がって声を出して頑張っていきましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、浪江は福島の真汐節子さん、お願いいたします。除染しているからといって、たった数年で
正常な数値に戻るのは不可能です。そして何より怖いのは原発事故が収束していないことです。原発被災者の復興の道しるべは東電の丁寧な賠償と次の住処です。また安倍総理は家があっても帰れない原発被災者の復興、公営住宅の家賃はどうなのですかとの答弁で東電が支払うべきと答えました。その言葉は絶対に忘れることなく復興していただきたいと願います。最後に議員の会の代表の柳井さんが大変なご苦労されながら始めてくださった署名活動、原発被災者の生活保障法の立法化を実現するためには被災者である私たち全員が一丸となり訴えていくことが今後の課題ではないでしょうか。どうも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 ありがとうございました。続きまして双葉町の立林孝雄さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。自分は第一原発から 2.5 キロのところの双葉町に住んでいました。6号線のですね、大熊鉄工所の後ろの辺なんですけども、当時は仕事はですね、東北電力の仕事を電柱に登ったりそういうことをしておりました。それで農家もやってたんですけども、田植え機も中古で買いまして、2月に来たのかな、全然仕事のこの大変機械も稼働しないまま日出してきました。それですね、一応避難の経路を日数とか、それとそこであった大臣、それと総理大臣にも会いました。当時の菅総理にも会いました。それでいろんな経路とか怒りを今から発表したいと思います。はいはいはい。3月11日地震の時ですね、夕方3キロ圏外以上、3キロ以上に避難してくださいということで、同じ町内の双葉の山田古民家原発館にあるんですけども、そこに避難します。で、一応区長と私の県庁でブラック部長はパトロールしてきますので、皆さんに避難したということで安心して公民館の場所に戻りました。で、3月12日には朝知り合いの警察官がね、防護服を着て、あとね、防護服を着てる人いますけども、そういう形で2人10キロ以上に避難してくださいということで、私どもは川俣の福田小学校というところに、もう夜9時過ぎだね、もう着いたのか、そこに行きました。そこには東電の社員4人か5人いました。これは技術者だそうです。ほんで、うちらもなんで東電の社員がこの技術者なのか、一緒で避難してきたのかっていう声が出ました。それで双葉町の出身の東電の社員に言いました。で、この方々は不審もしても何のお手伝いもしない。それで私ども怒りを超えて、この双葉町出身の社員に言いましたところ、しぶしぶ手伝いをしました。それですね、その社員たちはうちらが今度は埼玉のスーパーアリーナに移動したんですけども、その2、3日前にいなくなりまして、で、現場に行ったのかなっていう感じでいたしました。それで3月19日スーパーアリーナ、それから、3月の30日埼玉の加須被災高校ですね、旧被災高校に移動しまして、
それでいろんな有名人が支援に行きまして、天皇陛下も来ました。天皇陛下皇后様にはうちの昭和9年で同じ年で話しました。で、菅総理も元総理もね来て、1時間の予定が5時間以上皆さん の教室とか回っておりました。で、菅総理に総理大臣には菅さん、ここでであなたが辞めたらば復興は遅くなりますって私のこと言いました。その後は野田総理がなりましたけども、で、菅総理ははいはいって言いましたけども、で、その後久井高校から今白川の方に、移動して、で、親、両親と4人で暮らすアパートにおります。で、8月の、飛びますけども、8月の26日、3キロ圏内の一時帰宅がありまして、その時ですね、新聞記者とかいろいろ、私どもの荷物とか、整理してる時、やっぱり結構邪魔になりましてね、新聞記者に送った時がありますけども、実際我々のためにこういう帰宅やってるのか、新聞社のためにやってるのかっていうのを怒りました。で、私はこれ整理してるとこを新聞社の人が目の前を通ってちょっと失礼しますっていう、新聞記者もいました。まあもう草だらけで、田んぼもね、草だらけで、それと牛の糞もありました。22年に味噌ついたやつも牛に食われました。全部食べ、こういうお肉食べさえ2つだったんですけども、それもみんな食われました。で、この8月23日っていうのは菅元総理が辞めた日になって、少しがっかりして白川の方に帰りました。で、去年のちょっとはまだ飛びますけども、去年の11月10日6回目の一時帰宅がありまして、まあ草刈りとかいろいろしてきましたんですけども、帰り四つ倉のパーキングに回ってご飯食べたんですけども、ここには平野復興大臣がおりまして、その時双葉町長と南大で会うっていうことになりまして、会議に進んだんでしょうか。で、双葉町の町民の方を探してた。で、その時は富岡の人がいたんですけども、富岡の人には話を聞かないで、双葉町民だけに話をするっていう対応をしていました。で、中間の分に対しても双葉町民の意見を聞きたいっていう話を復興大臣が言っておりまして、そこの場に私も入りまして話を聞いた、いろいろ聞きました。そしたらば平野さんは家の賠償については築何年で賠償させますしますっていう話をしたんで、まあ平野さんのしてる途中で、私は双葉の今まで我々のうちは先祖代々暮らしてきたものなんて宝物なんですって訴えました。そしたら平野さんはその話を聞いて、このパーキングの店の方から外に逃げていったんです
そして金子さんに言って説明してこっていう話をして金子さんが来ました。何かあったらば私のところの電話で連絡してくださいって名刺を手前にくれました。まあ、平田さんにはがっかりいたしました。それからですね、まあ経路としてはそういうので今白川にいるんですけども、実際東電の賠償について非常に先ほどもたくさん言ったんですけど、東電の社員は目の上目線で賠償の説明をしております。いつかもちょっと説明会白川の仮設でありましたんですけれども、ちょっと説明してください、ちゃんと説明してくださいって言っても説明してくれなかったんです。それで5、6人で私を囲んで説明してくれた。そうしたらばもう頼まないって言ったらばドアを開けてね、早く行ってくれるみたいな感じで私を温度するようなことを採用対応しました。あとで思っていることは衆議院解散した時も各党の代表ですね、代表の演説では沖縄問題、経済再生、あちらの島の問題とかっていう話をしてましたよね。しかし我々被害者の原発被害者のための制裁だって全然聞こえない。自分は情けるのは思いました。もう少し我々のための政治をしてくれっていう意味です。それからですね、一つだけ、この間東電ですね、ネズミで点検したんですけども、我々私は電気屋だったんですけども、ネズミが入るような仕事をしていたわけですよね。あれはプロ、電気屋としてのプロの資格、プロとして資格です。プロとして、ちゃんと仕事をしてくれという風景です。以上です。青山和人さん、お願いいたします。この東京は桜が満開です。しかし我々の被災者の笑うかのように今日のこの寒さ、何とも国暮らしに行っちゃいいかよ。私は大熊町に生まれ育って60年、まさか熊越になってこんな思いをするとは私も思ってはいませんでした。3.11 の地震があって異例が過ぎました。まさかこんな
に2年も経っても全く変わらないような状況になると思いますけど、2、3日で帰れるだろう、大志望が思ったと思います。我々原発の被害者は自分の意思でなく国と東電による強制的な事故による被害を受け故郷を追われたわけです。そして被害の見えない家族の中に放り込まれ、心身ともに体調を壊し、中には将来を悲観して自ら命を絶った者も数多くおります。これは誰のせいなんでしょうか。私がこれから申し上げようと思ったら、先ほど1時過ぎに国会議員の吉野先生は退席され、今現在県会議員の先生が吉野先生が席を立たれました。私が言いたいのは、被災者の我々に基本的人権はないのでしょうか。そうだ、そうだ、その通り。毎日の日々の生活は基本人権など程遠い暮らしである。我々は命希少ではないんです。政治家の皆さんが時々報道テレビ等で現地を視察してきました。胸を張って堂々とアンケートインタビューで答えてました。現地にして30分や1時間で何を見つけているんですか。通りすがりのパフォーマンスじゃないですか。我々が道に出したいのは、被災した人と我々の日々の生活なんです。口先だけのパフォーマンスだけなく、国会議員の先生方、2、3ヶ月結構です。我々と一緒に生活してみてください。そうだ、そうだ。そうすれば今何をしなければならないのか、何を一番先にやらなくてはならないのか、わかるはずです。もしどなたか国会議員の方とお知り合いの方がいらっしゃるならば、ぜひともこのことをお伝えしていただきたい。第二に、子どもの甲状腺の検査であります。あの原発事故に至る事故の時、すでにメルトダウンを前に高温による要素1301という物質が中部地方まで南西の風に乗って
賛しております。そのことは政府も国も東電も公表しておりません。そして福島県の分だけ甲状腺の検査をし、ずさんにいいほどそういった結果がありましたけども、チルノブイリでは6、7年経過したのに発症してきたので、これはその因果関係はないと思われますというような発表をしております。そのチルノブイリの事故5、6年は完全なデータが取ってなかったそうです。そのことを考えますと、お母さん方、もう一度このことを考えて、よく皆さんと一緒に政府に申し入れる、国に申し入れていけないかというふうに考えます。それと、もう一つ、原発の再発電の問題も浮上しておりますけれども、経済優先の終盤によって行きますと、必ずや近い将来原発の事故が福島の二の前が発生すると目に見えております。その時二の前の福島と同じ二の前の事故が発生するならば、日本の国はおそらく消滅するでしょう。日本は戦争で消滅するのではなく、原発事故で消滅する時期が必ず来ます。そのためにも脱原発をここに皆さんで頑張って誓う、頑張ります、ありませんか。どうも、ご清聴ありがとうございました。ただいまご紹介いただきました、富岡町議会議員をやらせていただいております、渡辺実夫でございます。今日は原発被災者と支援者の集いにご招待いただきまして誠にありがとうございます。心からお祝いいたします。いたしますとともに決起大会の成功をお祈り申し上げます。私も今日はいっぱい話すことがありまして、いろいろメモってはきたんですけど、時間がないということなもんですから、要約させていただいて3点ほど話させていただきます。まず1点なんですが、区域割の問題ですね。区域割は保証がついて回るためにどうしても各町村が区域割をしなくちゃならないという状況の中で、やっとこのところ区域割が進んで、まず富岡町が今月の25日午前0時をもって、避難解除になると、浪速町さんも4月1日をもって避難解除になるということなんですが、私思うには本来避難解除するべきじゃないと。と言いますのは、区域割れをして保証問題がつながってますので、区域割れをしなくちゃならないという状況下の中で私は賛同したわけですが、そういう状況下の中で避難解除する前に除染をして少しでも放射能を取り除いてから避難解除すべきところが、避難解除したら解除するまでは放射能をいっぱいあったら入ってたらダメですよと言いながら、解除した次の日からはそういう場所に皆さんが入るわけです。これは皆さんの健康被害、国は全く考えてないと言いますのは、皆さんの今置かれている立場は
放射能作業従事者、原発の中で働いている放射能作業従事者よりもひどい扱いなんです。と言いますのは、原発内の放射能作業従事者は国の法律下の下で3ヶ月に1回のホールボディ検査、半年に1回の電磁検診、今は前は1年に1回の健康診断だったんですが、今はこの非常時ですから半年に1回の健康診断を義務付けられています。皆様は国の方からやるように義務付けられていますか。と言いますのは、3ヶ月に1回電磁検診を、ホールボディをしないと放射能のセシウムが体から抜けてきて本来の数字が出てこない。抜けてきても入ったものは被爆しているんですが、そういう意味で避難会場になってもできるだけ会場になった地区には入らないように私からお願いしておきます。あと2点目ですが、賠償問題ですね。財物賠償が今回そろそろ正確な指針が出てくるのかなと思うんですが、賠償問題は神奈川県の、弁護団が、日本で神奈川県の弁護団だけだと思うんですが、全く我々の側に立った指針を出しているんですね。と言いますのは、土地宅地の賠償ということで日本全国の平均値を取った価格です。やはり国は避難民に対しては避難しない地区と同じレベルの生活をしていただきさせる義務があるということで、神奈川県 の弁護団の人たちは宅地の平米単価11万2100円、約坪単価にすると35万くらいになりますね。あと建物賠償、坪単価で65万円、この単価を踏まえて考えれば皆さんも分かると思いますが、この単価で保証されればどこに行っても我々は 3.11 以前のうち土地建物には住めるのかなと私は考えております。そういった考えのもとで、私は土地の町の議会議員として強く議会でも訴えております。そういうことで皆さんが一人一人強くやはり地元 の議員の人とか町長とかに一人一人が強い言葉で発していただきたいと思います。あと3番目なんですが、先ほど挨拶の中で吉田栄光先生がちょっと取りました、今月の18日の第一原発の受賞です。昨年の3月11日第一原発が電源喪失という事故を起こして、これだけのもう世界規模に分かるような事故につながるような問題が起きて世界が今注目しております。そういう中で電源喪失、今回の3月18日に起きた事故も何ら変わらない電源喪失なんですね。そんで 3.11 の電源喪失はまだ放射能燃料ですね、燃料棒は炉の中に入っているものが大半でした。守られている壁があったんです。今回の3月18日の事故は守られている壁がないところで起きている電源喪失なんです。何千ボンという使用済み燃料が1号機、3号機、4号機に入っています。その他に許容プールにも入っています。そういう中で起きた事故ですから 3.11 の事故よりはすごい事故につながる可能性があった問題なんです。それが皆さんの前にはただ単に電源喪失して失敗ありませんよという報道しかなくて、許容プールの中の状況は中にいた人たちにいろいろ聞くと
もう、5度くらい温度上がっただけで、中はもう水蒸気でいっぱい、それが冷却され、周りは水浸し、で水位は15センチ下がったと。一歩間違えば、本当に地球が消滅するような事故が起きた、起きたんです。それが国には60度異常がないと報告する、あれが気分がないよと。で、自治体にも連絡は早急にしなくちゃならないやつを送らせて、送らせているうちに、おそらく原因が分かれば、そのままで済ませる気だったんじゃないのかなと私は考えています。また、ある程度時間経ってからで現場に、ね、ネズミが焼け込んでいましたよ。誰が考えても、皆さん、電気つかなくなったら一番先に起こりますか？電源盤とかそういうところを見るのが常識なんですよ。そういう中で、ああいう嘘を平然として公表してくる東京電力の、自治体が全く理解できないような状況になっております。そんなことですんで、今回の、事故は大きな事故につながる要因があったということを皆さんにお伝えしておきます。また今後いろんな細かい事故、軽微な事故が起きてくると思いますが、皆さんの周りも電力に勤めている方はいっぱいいると思うんですね。そういう人たちからいろいろ聞き取り調査をしながら、今後皆様の進む道を一日も早く決めていただきたいと私は考えております。最後になりますが、今日企画、この会を企画された人で準備なされた柳さんには、心より敬意を表しますとともに、今日ここにお集まりの皆様のご健勝、ご多幸をご記念申し上げまして、私の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。塩井義樹さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。寒い中大変ですが、私最後ですから少し我慢してください。3月の11日、私たちの生活、これは権利も人権も生きがいもですね、夢も希望も一瞬にしてなくなりました。まあ、いろんな皆さんから励ましの言葉やら、物資の援助、それぞれに全国から、あるいは世界から恩恵を受けて今日に至っております。今日バスで来ましたら、隅田川の桜が満開でございます。綺麗です。癒されます。なんとなく気持ちがウキウキしてきます。しかし、私たちは本当の花芽を見る心っていうのは、心から美しいっていうふうに見えますでしょうか。どうも私は鉛をですね、揉み込んで重い胃もたれのような感じで桜を見てるような気がします。いつになったらこの桜をですね、本当に気持ちの中で綺麗だなと思われるがいいしますでしょうか。これは私たちが今抱えている諸々の問題、それからこれから我々が生きていく段階でおいての希望、夢、生きがいを取り戻せた時ではないでしょうか。今日私の部落では総会が来ています。私は今日こちらに出席するために欠席を届けをしてまいりました。委任状を書いてまいりました。私の部落には若い夫婦、小さい子供がいます。その人たちは帰ってこないと言ってたんです。それでその家族、じいちゃんばあちゃん、
孫が可愛いから帰ってきませんという方もおられます。まあ私なりに計算しますと半分の人口は戻らないと言ってます。その中でですね、総理大臣が今日来てます。先ほどのお話の中で今までも大臣クラス、ここに県会議員の先生おられますけど、先ほどは吉野先生おられました。何度かマスコミの中で寄り添うっていう言葉を何度か私は耳にしました。この寄り添うっていう言葉はどんなことなんでしょうか。私たちにとって、私は寄り添うっていう言葉はこの言葉によって私たちはほっとしたり、あるいは期待感を持ったりしたんではなかろうかなというふうに思います。ただ私から言いましたら、寄り添うっていうのは私たちの気持ちを汲み取って私たちの思いを具現化していただく、現実に私たちの思いを全うしていただくと、結果がそういうふうな形でついてこない限りは寄り添うっていう言葉は一体 何なんでしょうか。先ほど青山さんからパフォーマンスではなかろうかという話がございました。パフォーマンスであったならばですね、私たちの生活はもともと最初からないものとして考えられているというふうにとってもおかしくはないと思います。我々はこれから2年の経過が経ちました。皆さん仮説病って知ってますか。私も初めて知りました。めまいがします、吐き気がします、内科に行きました、耳鼻科に行きました、原因が分かりません。で医者に言わせると仮説病でしょう。それが私の身近なところに何人か出ました。私の仮説は17所帯の小さな所帯です。17所帯の小さな個数の仮説の集まりなんですね。その中ですね、全部私の家族は仮説は高齢者、心障者、介護者の集まりです。元気で頑張ってくださいねって言われます。他の人にはいっつってニコニコして答えます。ただしこの5年間に私の17所帯の仮説の中で5人が亡くなっています。その中で元気に明るくっていうわけにはまいりません。これは形はですね、皆さんお互いに17所帯の中で励まし合って生活はしてますけども、本心から笑えないんです。現実は先ほど柳井顧問の方から新宿を感じますという話がございました。酒を飲む、パチンコをする、私はですねそれもいいと思います。うちにこもってですねうつ病になったりですね、あるいは人生嫌になって自ら命を絶つような、そんな現実があってはならないと思っています。それは品種を買っても仕方ない。ただし私は今ねエネルギーを皆さんは食べていただきたい。戦いはこれからだと思います。現実の戦いはこれから始まって、これから我々がエネルギーを食べて、そのエネルギーを発揮する時期が必ず来ると思います。その時までに皆さん元気で頑張っていただきたい、そんな風に思います。長くなりますんで私はこれで終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ご指名の皆様、非常に報告と本当にありがとうございました。これで被害者の方々の代表のお話終わりました。司会じゃありませんけど、この中にですね、胸に白いリボンをかけた方が何人かおられます。この方々はですね、署名活動を始めた頃からの
協力者でございまして、なおかつ今回の集いの、まあ、尽力者でございます。ちょっとお名前だけ紹介させていただきますが、ちょっと立っていただきますか。大島悦子さん、富岡町。渡辺小津さん、浪江町。渡辺貞子さん、浪江町。宇野間智恵さん、双葉町。小崎佳代子さん、浪江町。松下英子さん、浪江町。有効寺歌子さん、富岡町。亀屋幸子さん、双葉町。それから男性、この方々は、今申し上げた方々は、大体被害者の会の婦人部の、ね、役員の方々ですね。それから男性で佐藤正弘さん、富岡町。吉田秀夫さん、浪江町。松本美佐夫さん、春日岡、村方勝夫さん、田村船木、最後に三木田久明さん、双葉町。以上の方々にはいろいろご尽力ありがとうございました。続きまして、時間がなくなりましたが、お二方だけですね、こちらからお願いしまして、参考意見というか意見を述べていただきたいと思います。お一人は渡辺美代子さん、船引きの方ですね。二番目は観光公社の柳田さんですか。まあ、2、3分お願いします。せっかくの貴重な時間をいただきましてありがとうございます。本当に私たち原発被災者はまるで闇の中に葬られたような状況の中で、私はこの柳井さんが支援者として双葉地方で始められた本当に強力な闇の中に差した光のように感じました。この会をもっともっと広めて強めていきたいと言っていただければ、私たち被災者も双葉の過酷な被災者の皆さんも救われるのではないかと思います。これで大熊町の今日は大賀彩子さんという方からちょっと頼まれまして、国訴団の団長の、武藤瑠衣子さんよりちょっとメッセージをいただいてきましたので、これから読み上げたいと思います。福島原発国訴団は一昨年6月16日に結成いたしました。東京電力の役員や経産省の役人、山下修一氏などの学者ら33人を業務上過失致死傷罪などで福島地検に告訴しています。まず福島県人で、昨年6月11日に第一次告訴をしました。1324人でした。しかし原発事故の被災者は全国各地にいるとの考えから、告訴告発人を全国から募集いたしました。全国の10カ所の事務局を作り、約100カ所で説明会を開きました。その結果、11月16日に行った第二次告訴では、告訴告発人は13,392人になりました。さらに1月には全国に
厳正な捜査と起訴を求める緊急署名を呼びかけましたところ、2ヶ月半で署名107,106筆が集まりました。被災者自らが声を上げることで、全国の思いを同じくする人々とつながることができました。この中にも数多くの告訴人がいらっしゃると思います。大熊町の大川綾子さんは事務局を担当してとても奮闘されておりましたが、体がちょっと調子が悪いということで今日は参加できなくてとても残念で、私がやってきてくださいということで頼まれました。それで先ほどから私嘘を今日の話の中で国が東電が嘘をついていることがとても世界中から信頼されない、福島県民を守れない日本の国民はこのような嘘の中では守られないと思いますので、皆さん全てを明らかにして原発はなくして、危険性を全て明らかにして嘘偽りなくことの真実を叫んでいきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。担保者の柳田と申します。今日は担保者の5人くらいで参加しました。他に経産省天童村の人も何名か参加します。私どもは放射能の測定と原発やめようと、この2つの問題一筋で25年ぐらいやってきました。2つだけ飛びます。1つは今日のこの集会はとてもいい集会だった、中身の濃い集会だったと思います。被害者の方たちの具体的な生活と人権、そしてこの国や東電の問題点を明らかにしてる。しかも初めての集会なんですね。ここにありますように被害者と支援者が一緒に集まると、こういう名前の集会は私もこの2年間いくつかの集会出てますが初めてです。非常に画期的です。そういう点でこの集会の良かった点広めていきたいと思います。ただ押村区は支援の皆さんに今日の集会のことが残念ながらあまり伝わってません。この次の集会の時には私たちももしご協力できれば一生懸命協力して現地の被害者の皆さんの倍の人数が応援者が集まる、支援者が集まる、そういう点でご協力したいと思います。2つ目はまるで福島の事故がなかったかのように今原発の再稼働が始まろうとしています。テレビや新聞の扱いもうんと小さくなりました。福島のことも原発のことも大変心配してます。この7月から規制委員会が緩めた判断になって再稼働が始まります。もしそこに地震が襲ったらどうなるでしょう。東電のネズミ事件みたいのように電球、あの人たちが扱う資格はないと当然の声だと思います。福島のような、もしこのまま再稼働を許せば福島のような心配がもう一度起こしてしまう、日本が傾きます。それを防ぐためにも、そしてその防ぐための力はこの福島の皆さんの被害の実情と、そして生の声を上げる、声を大きく上げる、そのことが最初言われた風化を防ぐ一番の道だと思います。私たち支援者も一緒に頑張ります。頑張りましょう。ありがとうございました。残り時間がわずかになりました。時間をお見せしまして誠に申し訳ございません。今後の活動方針と提案と採択、最後に楢葉町の被害者千代吉さんから重要な提案がございます。どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあここでですね、私の方が提案させていただきます。今日ですね、ここにお集まりの皆さんに、生活保障法実現のための要望書ですね、被害者の会名目で住民主党福島県支部連合会の幹事長宛てに提出したいと思います。ご賛同いただけますでしょうか。ありがとうございます。早速手続きに入らせてさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。閉会挨拶、この図でもいよいよになるでございます。原発被災者議員の会代表、被害者の会顧問、柳井時雄さんにお願いいたします。どうも、お寒い中、長い間ご苦労様でございました。ありがとうございました。忘れないうちに言っておきます。バスで福島から来られた方々の中にはリーダーの方が一人必ずおられると思うんですよね。その方は終わったらですね、私の話、挨拶が終わりましたらこちらに来てほしいんですよ。持って帰っていただきたいちょっと文書がありまして、お願いします。それでは今日はどうも長い期間ありがとうございました。参加者の皆さんありがとうございました。支援の皆さん、それから今日のこの会はテレビで中継されることになっております。メディアの方、ジャーナリストの方、ありがとうございました。では今日のこの成果をですね、また持続できるように皆さんで頑張っていきましょう。お帰りはどうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お寒い中、長時間のご清聴ご協力大変ありがとうございました。長引く避難生活でございますが、皆様お体をご自愛ください。お帰りの際には事故などで会わないようくれぐれもお気をつけてお帰りください。バスで来られた皆様は降りた場所でバスが待機しております。首都圏から参加された皆様は混雑を避けるため10分ほど遅れて退場してくださいますようお願いいたします。冒頭でお願いいたしましたご身の持ち帰りご協力をお願いいたします。本日は大変ありがとうございました。